まであのプロサッカー生活で関わってくれた方々に本当感謝して、いやもう意外に僕はもういっぱいいっぱいでしたね。大変な一年だったなと。本当に苦しい戦いだったので、疲れたです、申し訳ない。J2 優勝を決めました。絶対に J1 に上げようと思ってたんで、